は。お世話になります。どうもお世話になります。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。この度は福岡市スタートアップ都市に関する懇談会において提言を取りまとめていただきました。本日は懇談会を代表しまして、池内座長から市長に提言書をお渡しいただきます。池内座長、はい、よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました、私、池内でございます。はい、今回6月の30日から、12月の3日ということで4回にわたって皆さんで、議論してまいりました。で今回はですね、議論を、まとめて提言という形でお出しさせていただきたいと思います。はい、中身的には人材の育成、それから、ビジネスのコミュニティの場としてのカフェでありますとか、それから起業家精神のもっと、みんなが、触発できるようにということで、海外の視点を作ろうということを特に、今回、議論をさせていただきました。で私もですね、ベンチャーで、スタートしまして15年になりますので、もっともっと福岡市にそういった起業家が生まれることを私も期待しておりますし、今回2人参加しておりますが、みんな委員もそれを期待しております。はい、そして今回のこの提言については、私ども委員の思いがしっかり詰まっておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お渡しさせていただきます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
体的に実際にやっぱり起業されている皆さんのご意見というものこそがやっぱり現場の声であってとても大事だというふうに考えておりますので、今日皆さん真剣にご議論いただいたこの提言書を踏まえてですね、具体的に福岡市の施策の中にどう落とし込んでいけるのかということをこれから今度は役所側としてしっかり議論していきたいと思います。はい、というふうに思っています。ちなみにぜひこれだけはとか何かもしくは皆さんの議論の中で出てきたことでこう印象的だったのとか何か。やはりいろんなことを話していくと、やはり何よりも人材ということがやっぱりみんな最終的に出るものですから、やはり福岡とか特に大学が多いということで、大学との連携の中で、ベンチャー育成をしたいということと、もう一つはやはり私どもアジアに近いですから、アジアの、ベンチャーの人たちとの交流とかそういったもので、もっとやはり福岡ならではの、ベンチャー育成ができたらなというお話を重点的にさせていただきました。そうですね、特徴を生かしていてですね、国際空港でダイレクト便が福岡市を飛んでいます。先日ロンドンにテイクシティのベンチャーの皆さんと一緒に行ってきて、1月にはもう台湾に行ったんですけど、こういうのもやっぱりこういう細やかな動きって、国にはできないですからね。そういう意味ではやっぱり都市がリードしていきながら企業ベンチャーに対する支援というのは力になれると思いますし、他に何かありますか皆さん。そうですね、僕が思うのは、やっぱりインパクトがある施策をやってほしいなと思って、その中にもいくつかそういうのが入っているんですけど、やっぱりそのちっちゃいものをいくつかするっていうよりは、そのインパクトあるの施策をやってほしいなと思います。一番何が。僕そのスタートアップカフェっていう案を出しているんですけど、ロンドン僕も行った時にコワーキングとかいろいろ見たと思うんですけど、そういうやっぱり施設とかあったりハード部分っていうのはやっぱり必要かなと思うので、インパクトもあると思うので、やっぱりそういうのが福岡市にあれば他にはないあまりないかなと思うし、そういう取り組みができたらなと思います。あの時にそのロンドンで見た時に、コワーキングスペース、インキュベーション施設、シェアオフィスにこうそれぞれこう個性があって、こう付加価値がついていて、ただそのワーキングするスペースがあるとか、ただ起業家がフラットなんとなく来るって言ったんじゃなくて、例えばある施設は積極的に中でのこうマッチングをこう積極的にするところがあったり、またそれぞれのこういわゆる会員さん の新しい部分っていうところをしっかり吸収した上で、既存の中企業大企業とのマッチングを積極的にしてくれるような機能が付加価値でプラスアルファであったり、ただのこうスペースだけじゃいけないっていうだなと、ね、思った。ちなみになんかそのこのカフェを作るときにこういう機能が福岡にとってはこう必要じゃないかと思いました。機能というか、なんかその例えば若い人って市役所にあまり来ないので、例えば創業 その相談であったりっていうのもなかなかする機会がないと思うんですけど、そういうちょっとおしゃれなカフェに見せたら、そういう相談もフラットできて、こうハードルが下がるんじゃないか、その入り口敷居をすごい下げるっていう意味でやっぱりこういう場所は必要なんじゃないかなって話になったので、そういう部分をこだわってほしいなと思います。なるほど、はい、重なるんですけど、なんとなく政策を打っていただくのではなく、こうエッジの効いたインパクトのあるものっていうのは重なるんですが、若い市長でいらっしゃるし、最近のこう福岡の動きを見てると、新しいことを始めてるっていうワクワク感が今あるので、それにやってスタートアップも同じような形で新しい福岡みたいなことを、提言書の中から語っていただければなと思います。特にさっき女性のにとって起業しやすいっておっしゃったんですが、確かに福岡っていうのは全国と比較してもやっぱり女性の割合が多いので、だから女性がもしこの起業っていう部分とかスタートアップに非常に興味を持っていただいたら、それこそこれもまた福岡のこうね現状の 特徴特性を生かした形になると思うんですが、ね、そのためには何か話してました。保育の話とかあるんですけど、雇用、若い企業雇用っていうところでいうと、やっぱり一人企
がよりその幅を広げるっていうところをもう少しこうバックアップというかしていただければ、うん、保育の問題もそうなんですけど、うん、一人でこう単独でやるのではなく企業として雇用するいろんな方とこう会社を起こすというところではこういうところのバックアップというところをしていくとライフワークがやっぱりあるので個人でやってる方がいらっしゃると思うのでやっぱりその深夜の保育っていうところはもう少し強化をしていただきたいなと思います。深夜保育サービス業がやはり放課の受診では関わっている割合が多いのでそうなるとその6時までの保育とかだと制限されてしまうのでそういうためには少し増していただきたいなもっとできれば中央保育園はまた深夜2時とかはい、かかってます。ありますよね、保育も本当に質も大切ですけれどもやっぱり便利さっていう部分は大変働く女性たちにとっては大切だと思っておりますので。わかりました。じゃあ本当にこの皆さんの貴重なご意見が詰まった提言書をですねしっかり読み込んでまた施策に反映させていきたいと思います。どうも本当にありがとうございました。本日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。